ジョン・セビアは、アメリカ合衆国の政治家であり、建国初期に4年間存在したフランクリン国の唯一の知事であり、テネシー州知事を12年間、テネシー州選出のアメリカ合衆国会議員を1811年から死ぬまで務めた。また、アメリカ独立戦争の時のキングスマウンテンの戦いでは、オーバーマウンテン部隊の文献隊であるテネシーの、 ワシントン軍民兵大使揮官も務めた。バージニアのニューマーケットの町で生まれた。父方の祖父はバレンタインザ・ユグノー・セビアと呼ばれ、セイフランシスコ・ザビエルを遠い親戚とするザビエル家のフランスユグノー一派の出だった。父方の祖母メアリースミスはイギリス人だった。父はイングランドのロンドンで生まれ、母ジョアンナ・ゴードはアメリカ人だった。 セビアは最初の妻サラ・ホーキンスや二人の間にできた子供たちと共に東テネシーのホルストン川渓谷に入植した。セビアがノリチャキー・ジャックあるいはチャキー・ジャックというあだ名をもらったのがこの頃であり、ノリチャキー・川沿いであげた功績に基づいていた。その地域は当時バージニアが領有権を主張しており、1774年の ダンモアの戦争に短期間関わった。この戦争でセビアは当時の英雄となるインディアンファイターとして評判を勝ち取った。ただし現代の歴史家たちはその伝承に不愉快なものを感じている。セビアは北西テネシーに入植してから間もなく地元の政治に関わるようになり、ノースカロライナに対してその一部となる要請願書を作成することに貢献し、 また、ワシントン軍の民兵隊を率いてキャズウェルトリデを包囲したチェロキー族と戦った。この戦闘後に中佐から大佐に昇進し、この身分でアパラチア山脈の1000名以上の民兵のうち240名を率い、キングスマウンテンの戦いで、イギリス正規軍のパトリック・ファーガソン少佐と、ほぼ同数のイギリス軍正規兵及びカロライナのロイヤリストと戦った。 オーバーマウンテン部隊の驚異的な勝利は、辺境におけるセビアの名声と人気を高め、その地域を自分たちで治める時期が来た時に、セビアは繰り返しその指導者に選ばれた。この頃、セビアの最初の妻サラ・ホーキンスガ子に、セビアはキャサリン・ボニー・ケイト・シェリルと再婚した。セビアのこの頃の話は、オーバーマウンテン部隊が招集されたエリザベストンで、毎年行われる野外劇。 ワトーガンズで演じられている。1784年、ノースカロライナは大陸会議からの圧力に屈し、金がかかり、利益も生まない地域を外してしまおうと考え、アパラチア山脈から西のすべての土地をアメリカ合衆国政府に譲渡した。しかし、大陸会議はすぐにその土地を受け取らず、現在の東テネシーに政治的空白が生まれた。 セビアはこの空白を埋めるべく立ち上がった数人の著名な者の,の一人となり新しいフランクリン国の知事職を引き受けた。ノースカロライナがその上都を撤回したときセビアは当初ノースカロライナへの復帰を望んだがこれはセビアが順庄への昇進を提示されたことも理由の一部だった。しかし別の著名なフランクリン人ウィリアム・クックが 現在のまま止まるよう説得した。ノースカロライナとフランクリン国が地域住民の忠誠心を得ようと争ったので、セビアはジョージアとの陰謀に巻き込まれ、現在のアラバマ州北部にあったチェロキー族の土地を支配しようとし、スペインの知事エステバン・ミロがアパラチア県のアメリカを散脱しようとセビアに金を送ったので、スペインとの同盟でさえも検討した。フランクリン国とノースカロライナは、 地域の役人、連邦議会上院議員及び会員議員をそれぞれ選出した。その結果、セビアの資産のいくらかは、ノースカロライナのカスと考えられる税金のために差し押さえられた。この応酬は、セビアがフレンチブロード川の南に住むフランクリン国開拓者に対して、自分たちの防衛を図ろうとした、チェロキー族に対する作戦行動に出ている時に行われた。 セビアは戦いから帰還すると民兵を連れてノースカロライナの著名人ジョン・ティプトンの応援に行き3日間1788年2月27日から29日包囲した最終的にティプトンはサリバン軍の民兵の応援を得てセビアの息子のうち二人を捕虜にしたこの息子二人が釈放された時にセビアは包囲を解いたこの出来事は 失われたフランク林国の戦いと呼ばれ、フランク林国政府の終焉の始まりとなった。退治した両軍の所属兵は、隣人や友人だったので、銃撃の際も最高の慎重さで狙いを外しており、戦死や負傷した者は、ほとんどいなかった。しかし、それから1年以内に、フランク林国は、その存在を終えた。1788年に、セビアはノースカロライナの法における、 反逆罪で逮捕されたが逃亡した。1789年、セビアは連邦党員としてノースカロライナ州上院議員に選出された。この選出後、知事から恩赦を受け、反逆罪の告訴は終わった。セビアはノースカロライナ州からアメリカ合衆国議会第一会期の会議員に選ばれ、 1790年6月16日から1791年3月3日まで、勤めた。1790年、現在のテネシー州となった地域は再度、ノースカロライナ州からアメリカ合衆国政府に、割上され、オハイオ川の南のアメリカ合衆国領土すなわち、南西部領土に組織化された。州都は一時期ロッキーマウントに置かれ、まもなく、 ノックスビルに移された。ジョージ・ワシントン大統領に指名された知事は、ウィリアム・ブラウントだった。準州時代に、セビアとブラウントは協力して働いた。しかし、テネシーが州になると、セビアとブラウント、さらに、ブラウントのコブがアンドリュー・ジャクソンは、次第に反目し合うようになった。テネシーが1796年に州に昇格すると、セビアは、初代知事に選出され、 さらに再選を経て2年任期を3回務めた。知事を辞任すると、全テネシーの志願兵部隊で選挙に準じて選ばれる、少々の職を求めた。投票結果は、セビアの敵対者、アンドリュー・ジャクソンと同数となり、セビアの後継知事で、ジャクソンの友人だった、アーチボルドローンがジャクソンへの決着票を投じた。セビアとジャクソンは、セビアが死ぬまで敵同士であり、 1803年には決闘まで行おうとした。セビアとジャクソンはノックスビルの裁判所前で落ち合い、セビアがジャクソンのレイチェルとの結婚を持ち出した。侮辱されたジャクソンはインタビューを要請し、二人はテネシー州キングストンの郊外で対決した。多くの悪口と脅しを言い合った後で、二人は銃を放つことなく馬に乗ってその場を離れた。同じ年に、 ローンを破ってセビアは、サイド州知事の座につき、また6年間務めた。テネシー州が、アメリカ合衆国に加盟した時に、知事の任期が常より短かったために、他に6期12年間教を務めた仲間の、ウィリアム・キャロルより、少し就任期間の合計が短くなったが、他の歴代知事よりは長く務めた。テネシー州知事を2回目の6年間務めた後、 セビアは1809年にテネシー州上院議員、1811年にアメリカ合衆国会議員に選ばれ、アメリカ合衆国会議員はその島で務めた。セビアは70歳の誕生日の2日後、ジョージア州と現在はアラバマ州となっているクリーク族の教会を測量している時に死んだ。その地域は土地の陶器化であった時代から馴染みのあるところだった。 セビアは二人の妻によって1763年から1796年の間に18人の子供の父となり、その子供の大半が成人した。テネシー州のセビアビルとセビア軍は彼の名誉を称えて命名され、同じくノックス軍のジョン・セビアハイウェイも同様だった。テネシー州メアリービルにあるジョン・セビア小学校とキングスポートに、 あるジョン・セビア中学校も彼にちなんで名付けられた。テネシー川流域開発公社は、セビアの名前を関する石炭火力発電所を運転している。ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションには、テネシー州を代表するものとして、セビアの彫像が置かれている。ジョン・セビアの葬儀の記念碑は、ノックス軍庁舎東の芝地に立っており、 そこは、セビアの遺外が1889年に移送されたところである。ノーフォークサザン鉄道は、ノックス郡北東部に操車場を運営している。そこは、ジョン・セビア操車場と呼ばれている。セビアの記念碑は、テネシー州、ノックスビルに今も建っている。ありがとうございます。